松井祐希は神奈川県横浜市青葉区出身のプロ野球選手。左投げ左打、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。妻は女優の石橋アンナ。横浜市立山内小学校2年時に元石川サンダーボルトで野球を始めると、6年時には当時応援していた地元球団横浜ベイスターズのジュニアチームに加入。同時に加入した楠本康と共に、 NPB12 球団ジュニアトーナメントに出場した。横浜市立山内中学校への進学後は、楠本と共に、青葉緑東シニアへ所属。3年時には、全国大会での優勝を経験した。霧光学園高校へ進学すると、1年夏の選手権神奈川大会に、柏原市人のダブルエースで出場。モテギエ郎ゴロや若林昭弘を擁する。 東院学園高校との準決勝では、先発投手として4回1失点という内容で、チームの決勝進出に貢献した。横浜高校との決勝では、乙坂里氏、近藤健介、劉優也などを要する横浜打線を相手に4回、無失点と好投。5回裏から柏原が登板したが、チームは延長10回の末に、1から2で、サヨナラ負けを喫した。 一年秋からエースとして一本立ちを果たすと、冬場に下半身の強化へ取り組んだ。高校2年夏の第94回全国高等学校野球選手権、神奈川大会では、準々決勝で横浜打線から被安打3で11三振を奪い、横浜の4期連続優勝を阻止した。桐蔭学園との決勝では、斉藤大将との投手戦を15奪三振で制し、 チームを5年ぶりに阪神甲子園球場での全国大会出場へ導いた。本大会では今治西高校との1回戦で大会史上最多の10連続奪三振と1試合22奪三振を記録。ウィーニングボールは記録翌日の8月10日から甲子園歴史館に展示された。2回戦の上層学院高校戦でも19。 脱三振を上げて2試合で41脱三振。これまで、万堂英二が持っていた2試合系での最多、脱三振記録を更新した。2試合連続の毎回脱三振は、2000年の選手権大会で、坂本八太郎が記録して、以来、史上5度目のことであった。3回戦の対浦添商業高校戦では、相手が打席で、投手寄りに立ち、 ソフトボールのようなノーステップ打法を取り入れてきたことから3回西まで三振がなく1回戦から続いた毎回脱三振は途切れたが8回から6連続三振に取るなどで最終的に12脱三振を記録前日にスーパー銭湯での温冷交代浴や酸素カプセルの使用マッサージなどで体調を整えて臨んだ 準々決勝の対抗制学院高校戦でも15、脱三振を奪ったが、両チーム無失点で迎えた8回に3失点を、喫して敗退した。大会通算成績は36イニングを投げ、防御率2.25、脱三振率17.00。1大会通算68脱三振は、夏の甲子園では、歴代3位の記録であり、左腕投手としては2005年に、 辻内たかなりが記録した65奪三振を更新し一大会での史上最多記録となった。秋の神奈川大会では準々決勝の対平塚学園高校戦で9回を2安打に失点12奪三振を記録するも敗退し、翌年の選抜大会出場は逃す。プロ野球の複数球団から翌年のドラフト一巡目指名候補に挙げられたが、2年次1月に行われた 公開練習の記者会見で進度については未定と答えた。2年冬は走り込みやウエイトトレーニングを増やし下半身の強化に取り組む。3年春にはスライダーを使用しない投球やチェンジアップの精度向上にも取り組み、7月には浦和学院高校との練習試合で9回を維持、アンダム失点、18奪三振、無支球の回答を見せた。 3年夏の選手権神奈川大会では、準々決勝の対横浜高校戦で、浅間大木、高浜雄一氏に、本塁打を打たれ、8回を8安打3失点、10奪三振、自己最速の時速149キロメートルを記録する、投球を見せるも敗退。横浜のコーチの小倉誠一郎によると、横浜は、スライダーの見極め対策や球威対策に取り組み、 さらに配球の偏りや投球フォームの崩れ、クイックモーションでの投球を分析して、試合に臨んでいたという。8月には、第26回トリプル A 世界野球選手権、大会日本代表に選出され、予選1次ラウンドの台湾戦、予選2次ラウンドの韓国戦、決勝のアメリカ戦で先発。2013年9月27日に、プロ死亡届を、 日本学生野球協会へ提出することを表明し、翌月開催の NPB ドラフト会議では、東北楽天ゴールデンイーグルス、中日ドラゴンズ、福岡ソフトバンクホークス、横浜 DNA ベイスターズ、北海道日本ハムファイターズから一巡目で指名。指名の重複による抽選で、楽天が交渉権を獲得すると、1億円に出来高分5000万円を加えた。 契約金と年俸1500万円という条件で契約した。なお、自分の野球の原点は、高校野球にある。そこで長くつけさせてもらった背番号でスタートしたいと思ったからですという本人の希望を受けて、背番号は1に決まった。2014年、同期入団の新人級選手からただ一人、春季キャンプを一軍でスタート。楽天の新人選手では、 2007年の田中、正宏以来二人目であった。春季キャンプ後のオープン戦に帯同すると、13イニング連続無失点やストレートで最速時速150キロメートルを記録するなど、好投を継続。一軍監督の星野先一は、2007年の田中と同様に一軍公式戦の開幕直後から松井を先発陣の一角に組み込むことを明言した。 一軍公式戦開幕直後の4月2日の対、オリックス・バファローズ戦に先発投手として一軍デビュー。6回3失点という内容で、黒星がつくと、4月16日の対福岡ソフトバンクホークス戦まで3連敗を喫した。NPB の一軍公式戦において、高卒の新人投手が初登板から3連敗を喫した事例は、2リーグ分立以降では初めてであった。 4月23日の対埼玉西武ライオンズ戦ではストライク率が54.3%にとどまるなど、請求難を露呈。5回表の途中に降板すると、翌24日に出場選手登録を抹消された。抹消後には、イースタンリーグ公式戦6試合の登板で防御率0.89を記録したほか、星野の病気休養を機に監督代行へ就任した一軍投手コーチ。 佐藤義則からも請求力の向上を認められた。6月6日に一軍に復帰してからは、一時、救援要員に転向。星野の病気療養などで、大久保博士元が一軍監督代行に就任した7月2日の対オリックス戦で、救援投手として公式戦初勝利を記録した。7月17日のフレッシュオールスターゲームでは、イースタンリーグ選抜の先発投手として登板。 一イニング限定ながら、二被安打一を支給という内容で一失点に終わった。8月13日の対ソフトバンク戦では、一軍公式戦9試合目の先発登板で、シーズン2勝目を記録。先発投手としての一軍初勝利でもあった。また、一軍デビュー戦のオリックス戦初回から8月26日の対西部戦2回表西まで、延べ70回に3イニングにわたって、 ヒホン類な例を継続。ドラフト制度の導入後に、堀内つねおが保持していた、NPB 球団の高卒新人投手による1、軍公式戦の連続イニング無ヒホン類だという、記録を48年ぶりに更新した。一軍公式戦通算では4勝8敗と、負け越したが、この年の NPB の新人投手では最も多い126奪三振を記録した。2015年、 公式戦の開幕前にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表へ選出。選出時点での年齢は19歳で日本代表のトップチームに選出された選手としては歴代最年少であった。3月11日の第2戦では4番手投手としてトップチームでの対外試合デビューを果たした。楽天では この年から一軍監督へ昇格した大久保がセットアッパーへの起用を決めていたがクローザー候補として広島東洋カープから移籍したキャム・ミコライオがオープン戦の終盤に追間板ヘルニアを発症。全治に3ヶ月を要することから大久保は脱産進率の高い松井を急遽クローザーへ昇格させた。レギュラーシーズンでは 公式戦の開幕を初めて1軍で迎えると、シーズン初登板から13登板試合にわたって、無失点を続け、この間に7セーブを記録した。救援の失敗を経験しないまま、5月25日の対セーブ戦で10セーブ目を挙げた。NPB1 軍公式戦でのシーズン10セーブは、高卒2年目のサワン投手では、初めての事例。登板17試合目での達成は、 右腕投手を含めても NPB 史上最速であった。31試合目の登板であった7月5日の対北海道日本ハムファイターズ戦でシーズン初黒星を喫したもののオールスターゲームのファン投票ではパリーグの抑え投手部門で1位を獲得。7月17日の第一戦では同リーグ選抜の7番手投手として初登板を果たし打者2人と対戦した。 8月4日のタイ西部戦で、シーズン23セーブ、9月9日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で28セーブを達成。シーズンを通じて1軍のクローザーへ定着し、3勝2敗33セーブ12ホールド、防御率0.87という好成績を残した。レギュラーシーズン終了後の11月に開かれた第1回、WBSC プレミア1人には、 日本代表のクローザーとして起用された。代表チームでは、内川誠一が所属チームと同じ、背番号1を着用した関係で、プロ入り後初めて背番号10をつけている。2016年、一軍監督へ就任した、な田正隆の構想で、前年に続いて、クローザーに起用。レギュラーシーズンの開幕前には、40セーブ、9円失敗なし。 防御率0.75以下を目標に掲げた。レギュラーシーズンの前半戦では、1点リードの展開で、登板した5月5日の対ロッテ戦9回表に、中村翔吾に3点本塁打を打たれるなど6失点。逆転負けを喫するなど、救援の失敗が相次いだ。しかし、11試合に登板した8月には、9セーブにホールド、防御率0.69を記録。 パリーグ投手部門の月間 MVP を初めて受賞した。受賞時点の年齢は21歳で、パリーグの投手部門におけるサワン投手として史上最年少記録でもあった。シーズン全体では前述の目標の到達に至らなかったが、球団史上初の一軍公式戦2年連続30セーブを達成している。2017年シーズン開幕前の3月に模様された、 ワールドベースボールクラシックの本大会に野手を含めた日本代表の最年少選手として出場。2次ラウンドまでの3試合に9円で登板すると通算で2回に3を投げて無失点に抑えた。日本代表の準決勝敗退を受けてチームへ復帰すると調整登板の機会を経ずに3月31日にオリックスとの開幕戦で同点の9回裏から登板。 自身の志願で10回裏までの2イニングを投げて、無安打無失点でしのぎ、チームの勝利によって、シーズン初白星を手にした。以降の当番試合でも、4月29日の対、日本ハム戦9回裏に、シーズン初の救援失敗で、サヨナラ負けを喫するまで、13試合続けて、無失点、無敗でしのぐなど好調を維持。 4月25日の対ロッテ戦に1点リードの9回表から登板すると対戦した3人の打者から3者連続の3球、三振を奪いリーグトップの9セーブ目を挙げた。NPB の1軍公式戦において1人の投手が1イニングに3者連続3球奪三振を記録した事例は史上17人目だが楽天の投手では初めてであった。また、 脱三振はいずれも空振りによるもので、相手打者を空振りさせた球数も、この記録の達成者としては、最も多かった。オールスターゲームでは、パリーグ抑え投手部門のファン投票1位で、選出されると、7月14日の第一戦で最後に登板。リーグ戦の再開後は、セーブ数を29にまで伸ばしていた。しかし、 左肩後方筋肉の部分損傷が判明したため、同月29日付で出場選手登録を抹消された。8月19日から一軍に復帰すると、9月7日の対日本ハム戦で NPB 史上7人目の一軍公式戦3年連続シーズン30セーブを達成した。結局、レギュラーシーズンの通算セーブ数は33。 NPB1 軍公式戦での通算セーブ数は96にまで到達。また、シーズン終了後に推定年俸1億4千万円という条件で契約を公開したことによって1億円プレイヤーの仲間入りを果たした。2018年1軍公式戦の開幕当初から救援に失敗する試合が続いた。5月中旬からセットアッパーとして再起を期したものの、 開幕からセパ交流戦中までの成績が0勝5敗にセーブにとどまったことを背景に6月7日から1ヶ月に渡って2軍での調整を余儀なくされた。1軍への復帰後は本調子にほど遠い状態が続きながらも9円だけで4勝を記録。9月16日の対ロッテ戦では NPB 史上31人目の1軍公式戦通算100セーブを 史上最年少の22歳10ヶ月で達成した。シーズン終盤には暫定措置ながら先発で2試合に登板。最初の登板であった9月27日の対ロッテ戦で2014年9月23日の対ソフトバンク戦以来1465日ぶりの先発勝利を挙げた。先発2試合目の10月4日の日本ハム戦では6回 4失点という内容で、黒星がついたが、9団体記録の7者連続三振、プロイリアと初の1試合14奪三振を呼び、先発全員奪三振を同時に記録した。シーズン通算では、1軍公式戦53試合の登板で、5勝8敗、5セーブ、防御率3.65を記録。日本シリーズ終了後の11月に開かれた日米野球では、 日本代表の一員として、9円で3試合に登板すると、1勝1セーブを記録した。12月13日に、かねてから交際していた、石橋アンナとの結婚を発表。チームの選手で最後に臨んだ契約交渉では、球団から初めての原報提示を受けた末に、推定年俸1億1000万円という条件で、契約を公開した。二千十九年、 レギュラーシーズンの開幕からクローザーに返り咲くと、前年から一転して、好調を維持し、オールスターゲームにも、パリーグ抑え投手部門のファン投票1位で2年ぶりに、出場した。シーズン通算では2勝8敗と負け越したが、チームトップの68試合に登板。防御率を1.94にまで改善させるとともに、チーム2年ぶりのクライマックスシリーズ進出に、貢献した。また、 パリーグの歴代3投手で最も多いシーズン38セーブを達成したことによってリーグ最多セーブのタイトルを初めて手にした。楽天で救援関連のタイトルを獲得した投手は松井が初めてである。なお、日本シリーズの終了後に開かれた第2回 WSBC プレミア12では第1回に続いて日本代表のメンバーに選出。しかし、左肘に 違和感が生じたため、大会前に出場を辞退した。12月17日に、推定年俸2億5000万円という条件で4年契約を締結。契約公開後の記者会見で、翌2020年から先発へ、再び転校することを明言した。2020年、春季一軍キャンプから先発要員として調整していたが、オープン戦では調子が上がらず、 巨人未軍との練習試合でも6失点を起きして1回で降板。レギュラーシーズン開幕直前の練習試合で復調し、6月20日にオリックスとの開幕カード第2戦で1軍公式戦625日ぶりの先発登板を果たした。しかし、この試合から2試合の先発登板で5回を持たず降板し、6月下旬からおよそ1ヶ月にわたってに軍で再調整。 8月27日の対ロッテ戦で一軍、公式戦シーズン6試合目の先発登板に臨むと、7回を無失点、1飛安打、毎回の11奪三振という口頭で、先発登板では2年ぶり、本拠地での先発では、入団1年目以来6年ぶりの勝利を挙げた。以降も先発で2勝を記録。3勝目を挙げた9月24日の同カードでは、5回表の、 終了後に交代するまで114球を投げながらも、15、アウト中12アウトを三振で奪っていた。しかし、この年に2軍監督から1軍監督へ昇格した、三木はじめの判断で、レギュラーシーズン終盤の10月から、救援陣へ復帰。先発では10試合の登板で4勝3敗に、とどまったが、復帰後は15試合の救援登板で、 一生に入りながら、2セーブと8ホールドを記録した。この年が4年契約の1年目で、シーズン終了後の11月27日に、現状維持という条件で2年目の契約を公開。ゼネラルマネージャーの石井和久は、三木の2軍監督復帰と自身の一軍監督兼務を決めた上で、一軍の指揮官として、翌2021年から松井をクローザーへ。 再び固定させることを明言した。2021年、レギュラーシーズンの開幕からクローザーへ帰り咲くと、5月9日の対日本ハム戦で、シーズン9個目のセーブを記録し、一軍公式戦、通算150セーブを歴代最年少の25歳、6ヶ月で達成した。その後もセーブ数を順調に積み重ねていったものの、8月25日の練習中に、 右太ももを痛め翌日に出場登録を抹消された。オーバースローから最速時速153キロメートルのストレートと2種類のスライダー、チェンジアップ、カーブを持ち玉とし消えるとも称される曲がりの大きな縦スライダーで高校時代は空振りを量産した。2015年シーズン途中からカットボールも投げ始めた。スライダーは高校1年時に カウントを取る早い変化球が欲しいと、独学で握りを研究し習得し、手首に当たると、ボールの縫い目の跡がつくほどのキレを誇る。工藤君康は、松井の脱三振数が多い理由として、右肩が開き始めてからも左腕がなかなか出てこず、ボールの出所が見づらい、直球とスライダーの軌道が同じなので見分けが難しく、直球だと思って、バットを振ってしまう。 ボールの回転数が多いため、打者の手元で急に曲がるように見えるの3点を挙げている。島本博は、松井の投球を田中正宏と比較した上で、スライダーについても一級品です。田中の得意球は鋭く大きく曲がるスライダーでした。一方、松井のスライダーは、打者の手元に来て、スピードをかまし、縦に鋭く落ちます。二人のスライダーは、全く別物です。 特に松井のスライダーはあまり受けたことのないボール。楽天でこんなボールを投げる投手はいませんと語っている。高校時代には驚異的な脱三振率を記録したが本人は三振にはこだわっていない。自分は勝てるピッチャーになりたい。球数が多くなるとどうしても勝ちには近づきにくいと語っている。左投手としてはクイックモーションがうまく器用な一面を合わせ持つ。 楽天への入団1年目のレギュラーシーズン序盤に、請求難から2軍での再調整を余儀なくされた時期に、当時2軍監督だった大久保から、トラビス・ブラックリーの投げ方を真似しろとの命令を受けたところ、大久保の想定を上回るほど、簡単に身につけたという。名前の勇気は、松の、樹に豊かに葉っぱがつくようにという由来による。中学生時代に在籍していた青。 幼力東シニアのチームメイトは当時の松井について声が大きくてワイワイやるのが大好きでしたけどみんなの中心にいるというタイプじゃない。和の外側でみんなを盛り上げることが多かったという楽天入団後の愛称はまっちゃん。入団1年目の2014年に当時在籍していた松井和夫が松井と呼ぶと 間違えて俺が振り向いてしまいそうになるので、相性を考えてほしいと要望したことがきっかけで、決まった。先発投板時は原滑にとして、ブルペンでの投球練習を18球と決めている。目標とする投手は、杉内俊也。霧光学園高校時代には、プロ入り後に対戦したい打者に、内川誠一の名を挙げていた。2017年のワールドベースボールクラシックの2時。 ラウンドオーランド代表戦を今までの野球人生で最も緊張した試合に挙げている。2017年4月14日には日本ハムとのナイトゲームに向けてコボパーク、宮城まで自家用車を運転中に仙台市内で信号待ち中の軽自動車に追突。追突された自動車の運転手が軽度の無知打ち症と診断され松井からの報告を受けた球団では松井に対して 厳重注意と当面の運転自粛処分を課した。ただし、松井自身は大事に至らず、当日の試合にも登板している。好きなアーティストは、ケツメイシや小袋など。女優の石橋と結婚する前は、好きな芸能人に、有村霞す竹井咲、秋元真夏を挙げていた。実弟の和樹は、武藤右内の野球選手で、奈良市の私立奈良市の高等学校で、外野手。 明治学院大学で内野手としてプレー大学では首都大学野球のリーグ戦で4打席しか立てなかったが、卒業後の2020年以降も内野手として花舞いでプレーを続けている。同年には NPB 数球団で外野守備の名手として活躍した元西厚弘監督の下で第91回都市対抗野球大会の本大会に進出。妻の石橋とは 知人の開いた食事会が縁で2017年のシーズン終了後から交際。2018年の8月上旬には同年シーズン終了後の12月にハワイで挙式を予定していることや石橋の所属事務所ホリプロが松井との交際の事実を認めていることが相次いで報じられた。松井自身も上記の報道を受けて石橋と真剣に交際していることを明言。 12月にはハワイでの挙式を経て13日に婚姻届を提出した。石橋は結婚後も女優としての活動を続けていたが2020年5月5日に第一子を出産した。ありがとうございます。